人はなぜプラスティネーションを望むと思う？抵抗、死への抵抗。エマのプラスティネーションでボディは急に息を吹き返す。死んでるのに変な話だけど。柔らかい。我々は老齢と死を克服する時代に突入します。死が二人を分かつまで、この一節はいずれ誓いの言葉から消えるだろうね。死が生に意味を与えるなんて、昔の人がでっち上げた神話だよ。人類は進化したのかしらね、退化したのかしらね。これからは私が自分の生き方でそれを証明していきます。もしも永遠の命が訪れたら、あなたの望むすべてに触れることができるのだろうか。たとえあんたが変わらなくても世界は変わる。これは人類史上最も長く生きた女性のお話。そしてあなたの、君の、私の物語。アーク、自由に生きなさい。罠にかからないように。